まずはドルドナのカオスゲートに行こう。時代を超えてザ・ワールド中に異変が起き始めてるんだよ。あ、シックザルの確か。改めて自己紹介するよ。私はチェロ、猛獣使いのチェロ。どうしてここに？ボスのジーニアスから指令が来たんだよ。あなたの調査をアシストしろって。ジーニアスの指令は別にどうでもいいけど、私あいつ嫌いだし。でもあなたには個人的に興味あるかも。はあ？はい、これあげる。よろしくね。シクザルにアドレスを渡されちゃったぞ。さあ、トキオ、一緒にエリアへ行くよ。今のままだとザ・ワールドは大変なことになっちゃう。エリアを隅から隅まで調査して何か手がかりを見つけるよ。ああ、ジーニアスに調査するように言われたエリアは、よし、ドルドナのカオスゲートからエリアに行こう。チェロたちが時代と手を組んだ。あの時、君が彼女たちもまとめて始末してくれたらよかったのに。不意打ちで倒せるのはクリューゲル一人が限度だった。残りはデータ空間に落として足止めをするのが最上だった。君が彼女たちに介入する時間を与えてしまったことに問題がある。それは謝るよ。長々と喋るのは僕の悪い癖かな。とにかく時代の捕獲を急いでくれ。ダブルウェアのサンプルがなければ私の研究が先に進まない。もうダブルウェアなんていらないんだよ、メトロノーム。うん、収まった。時よりも明らかに揺れが激しいよ。やっぱりこのエリアにはデータ異変の原因が潜んでるはずよ。あのさ、アイカちゃんに聞いたけど、チェロ、アカシャ版で俺を助けてくれたんだよな。手当てまでしてくれてありがとうな。そんなこと気にしなくていいよ。トキオを助けようって最初に言い出したのはネッテちゃんだもの。ネッテ？あの舞姫が？それよりも奇術師ガイスト、まさかこんな形でシックザールを裏切るなんて。あ、そういえばあいつフリューゲルはナイフの男に攻撃されて消えちゃったけど。団長は意識不明になったよ。今は病院で治療を受けてる。え？シックザール PC 操作中に受けたダメージはプレイヤーの心身にまで影響する。そうでなくてもデータ空間さえ切り裂く、ノム君のナイフで急所を刺されたから。
シェロ。けど、ここで心配してても始まらない。さあ、エリアの奥に行くよ。サビシャロ、メールに書いてあったけど、アカシャ版の頂上に閉じ込められてたアウラ、あれは一体何だったんだ？あなたが司やカイトの時代で出会ってきたアウラの未来。2020年、つまり現在に存在する究極 AI よ。アカシャ版は全く新しいネットワークのコントロールシステム。 CC 社はそれを開発することによってネットワーク社会のイニシアチブを取ろうとしてる。でもそのシステムを起動させるためには究極 AI アウラのパワーが必要だったのよ。アウラを動力代わりに使ったってことか。そんなのってひどすぎるよ。それだけじゃない。アカシャ版の真の目的は他にあるのよ。え？それって一体？ほら、先に進むよ。ちゃんと周りを注意しなきゃダメだよ。ああ。俺、ザ・ワールドやアカシャ版のことほとんど何も知らなかったんだな。黄昏の騎士団たちが2020年にいる理由もよくわからないし。アカシャ版最上階に幽閉されたアウラは結界を張って中に閉じこもり、外界からのアクセスを全てシャットアウトしたの。過去の時代の PC たち、黄昏の騎士団が出現したのはそれからすぐよ。出現した？時間データを管理するアカシャ版の能力を究極 AI アウラが逆に利用して召喚したのね。時代を超えて呼び集められた騎士団たちはアカシャ版の頂上を目指そうとした。そうだったのか。黄昏の騎士団はアウラを救い出すために呼び集められていたんだ。あのチェロ、もう一つだけ。アカシャ版を開発した天城丈太郎は今どこにいるんだ？それは知らないよ。私たちがジーニアスに雇われた時には天城博士はもう行方不明だったから。そうか、やっぱりサイカちゃんは騙されてた。アカシャ版の頂上にお兄さんが閉じ込められてるなんて嘘だったんだ。さあ、時を注意しながら進むよ。もうすぐ最深部よ。倒したぞ。なんか手強かったな。もう、これは。チェロ、どうかした？モンスターのログデータを採集したのよ。ちゃんと分析しないと詳しいことはわからないけど、これ黒い卵と化したアウラと同じパターンのデータで構成されてるみたいよ。アウラと同じ？うん、きっと卵の周囲を取り巻く正気が
さまざまな時代へと広がり、さっきのモンスターのように実体化してデータ異変を起こしてるのよ。やっぱりこの異変を止めるにはあの卵を何とかしないとダメみたい。時をタウンに戻りましょう。戻ってきたぞ。時よ、さっきの調査データはこのファイルにまとめたよ。ジーニアスに提出しておいてね。え、チェロはグランホエールに戻らないのか？言ったでしょ、私ジーニアスは嫌いなの。そんなことより団長が心配よ。じゃあまたね、時よ。外見は小さい子供だけど、チェロってすごくテキパキしてるな。それはともかく、このデータをジーニアスに渡せばいいんだな。よし、早くグランホエールに戻ろう。このデータを渡してくれって。結構預かろう。さて、たった今ガイストのアジトが判明した。本当か？どこだ？ガイストはどこにいるんだ？待て、まずは現状を整理しよう。現在ザ・ワールドの各地では大量の異様なモンスターが発生しつつある。これはモルガナやアイダなど過去に発生したバグモンスターとは構成データが異なっており、現時点では効果的な対処法が見つかっていない。またウイルスに汚染されたアウラは依然として黒い卵のような結界に包まれ分析不可能だ。つまりガイストを捕獲して彼から洗脳ウイルスの解除法を聞き出すしかない。ここまでは理解したか？ああ。結構外見よりはそれなりに理解力があるようだな。ガイストのアジトは2010年リビジョン1にある。マクアヌからエリアに向かいガイストを捕獲するのだ。なんか今ひどいことをさらっと言われた。私も行く。え、舞姫、グランホエールの中にいたんだ。気配がなさすぎて全然気づかなかったよ。とにかく2010年マクアヌのカオスゲートに行こう。